初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン室が稼ぎやすい。アマゾンの販売力と集客力は、他のネット販売サービスと比べて突出して優れています。アマゾンを使って販売する方法を覚えれば、初心者でも6ヶ月で月30万円稼ぐスキルが身につきます。初心者でも確実にオーストラリアアマゾンを始められるマニュアルのモニターを特別価格で募集しています。 あなたがあと10年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける3つの問題。人口減少。日本では働きにくくなる。年金問題。すでに年金は老後の暮らしを支える制度ではありません。インフレ。貯金や個人年金の価値が激減する。NHK のテレ,テレビ、朝一でもこの40代、50代の家計がピンチと。 平均以上の収入を得ていても、想定外の支出によって家計のピンチに陥ることが少なくないというね、特集を組んでました。そして、出費の一番は、子供の学習費と。子供の学習費ってあの、想定外って何ですかね。うちの子は国立行けるはずだったけど、私立になっちゃったというのが想定外なのか、なんかわからないですけど、もう学費でピーピーになっちゃうというようなね、ことが多々ある。 もはや人並みの生活は高値の花と。これからの日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。日本人が簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリア,アマゾンを使った輸出ビジネスです。 日本人の生活の苦しさは低所得のため。しかし低所得は輸出ビジネスをやる人には追い風。なぜなら低所得のおかげで輸出する商品を安く買うことが可能になるからです。オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシングデー明けのバーゲンの売り上げ。ボクシングデーとはプレゼントの箱、ボックスを開ける日です。 一日の売り上げが2000億円。これは日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げです。その三越伊勢丹、ね、ホールディングスの2ヶ月分の売り上げがなんとオーストラリアでは一日で上がってしまう。そんな魅力的なオーストラリアアマゾン。私がチャットワーク、サポート無制限のオーストラリアアマゾン輸出マニュアルを作ったわけ。間違えたノウハウやツールを普及させて、 日本人セラーの評判を落とすのを避けたい。普通の人が正しい稼ぎ方を理解して実践できるマニュアル。私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。初心者が使いやすいマニュアル。稼ぐために必要な情報を分かりやすく解説する使いやすいマニュアルです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が一押しです。 安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめはオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。物価が安い国、日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。 一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。日本人の年収分布で一番多いのは年収200万円以下です。オーストラリアの平均所得、約712万円。普通は共働きなので平均世帯入収は1424万円です。しかも、 高所得で貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準デフォルトです。オーストラリア人はスイスを抜いて世界一の金持ちになりました。オーストラリア人の金の使いっぷり。ね。オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんですかというヤフー知恵袋にも質問が出てます。不思議でしょうがないと。まだ6ヶ月しかオーストラリアに来てないけど、ほとんどの家にキャンピングカーがある。まあ、その他にも、 いい自転車が何台もあったり、楽器がたくさんあったり、プールがあったり、クルーザーを持っていたり、そのお金はどこから出るんだって疑問に思っちゃいましたと。ちなみに私がよくお邪魔する家は、教員がいるファミリーなので、ただ単に教職の給料高いってことでしょうかと。そしたら、オーストラリアでの教職の給料って何ぼですかオーストラリアに詳しい方、お教えくださいと。私はオーストラリアに詳しいんで先ほど書きましたけど、えー、平均で、 712万、世帯年収1124万円。おそらく、オーストラリアのどこにいるか、これ書いてませんけど、えまあ、留学に行くんでね、田舎には行かないでしょうから、まあ、メルボルン、シドニー、ゴールドコストぐらいだったら、まあ、大体、ええ、これより高いか、このぐらいというのがね、え、世帯年収です。オーストラリア人は、日本人には理解できないくらい所得が高くて、金遣いが荒いです。 そんなオーストラリアに輸出して儲かる商品。日本には儲かる商品がいくらでもあります。例えば、100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。くっきり二重まぶたにするアイテープ。13点。13倍で売れてます。1 3 0円。それから軽い粘土。2個で5倍で売れてます。あるいは1個だと10倍で売れてるものもあります。 または6個セットで3倍で売れてるものもあります。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。また、ベイブレード。こちらも1328円で仕入れたものが3776円で売れてると。それから、まあ、ここ最近ね、オーストラアマゾンで売れてるものどんどん増えてきましたけど、ま、まだ前はね、え、e b a の方が商品がたくさん見つけられたと。 で今もやっぱりね、eBay では制約あるけど、まだオーストラリアには制約ないという、あるいはカタログないというものが、えー、たくさんあります。そういうわけで eBay で、まずね、えー、商品を見つけて、えー、Amazon で同じような商品、あるいは新しくカタログ作って売るというようなね、えー、やり方が結構有効なんですけど、まあ、それで見ると、炊飯ジャーなんかも売れてます。ね。造印炊飯ジャー、31,689円で仕入れて、59,507円で売れてます。 あるいは、別の炊飯庫、15,230円で仕入れて、32,014円で売れてます。または、業務用、タイガーの炊飯庫、25,490円で仕入れて、51,986円で売れてます。あるいは、ヘアアイロン、2,469円で仕入れて、6,867円で売れてます。または、ソニーのワイヤレスコントローラー、 8500円で仕入れて15,122円で売れてます。コピック。8,849円で仕入れて14,817円で売れてます。プラモデル。タミヤのミカサ。7,708円で仕入れて14,786円で売れてます。タミヤのプラモデルパーツ。 これ、オートバイのドゥカティのパーツの、えー、プラモデルのパーツですけど、これは1600円で仕入れて、9069円、5.7倍で売れてます。あるいは、家庭用のプラネタリウム、セガのホームスター、8335円で仕入れて 14,、14181円で売れてます。あるいは、日本のお菓子なんかも人気です。ジャガポック、5990円で仕入れて、11789円で売れてます。 また今世界中で人気になっているジャパニーズウイスキー、響き4320円で仕入れて12359円で売れてます。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。オーストラリアのアマゾンは,マはまだ始まったばかり。初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。 2018年、去年の6月19日、プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だと、アマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスがやっと提供開始されました。2018年9月からシドニー物流センターが稼働しました。これからどんどん稼ぎやすくなります。わからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついています。 だから初心者でも半年で稼ぐスキルが身につきます。これはアメリカアマゾン、ね。す、え、で、ー、に稼げるようになった方の去年の年末の売り上げです。34,454ドル。これが30日間の売り上げ。まあ、この方は一人で、えー、アマゾン o n 室に取り組んでます。だから一月で380万円。利益にすると130万ぐらいが上がってると。一人でマイペースで 一日数時間だけ働いて、これだけ稼げる副業はなかなかないです。まあ、副業と言いましたけど、この方は副業で初めて本業にしています。22,157ドル。約250万円の売上1 539ドル。7,669ドル。6,828ドルと。もう副業とは言えない。 ま、本業でも十分やっていける、え、売り上げを、え、皆さん上げていると。ま、こういうふうなスキルが半年で身につきます。なぜそれだけ短期間で稼げるスキルが身につけるか。私が Amazon 輸出を教えているのに心がけていること。簡単なことでも教える。初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまって稼げなくなるのはお金がもったいない。また私に聞けば5分で済むのに。 自力で何時間も調べるのは時間がもったいないということでね、簡単なことでもどんどん何度でも聞いていただいて結構です。そして、今回の無政権のチャットワークサポート付きのオーストラーアマゾン演出マニュアルの内容。まず、アカウント登録を行います。売るためにアカウントは必要です。初心者向けに丁寧に手っ取り足取りサポートします。わかりにくいアマゾンの説明を 読み違えたり勘違いすると英語が分かってもなかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません。簡単なことでも私に聞いてサクッと登録を終わらせてください。それから売り上げを受け取る銀行講座解説。オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るにはオーストラリアの銀行講座が必要です。しかし、 日本では解説できませんので、オーストラリアの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。どのサービスがいいのか、登録して何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。そして、口座が解説できたら、次に、扱ってはいけない商品を説明します。NG 商品。NG 商品には大きく分けて3種類の商品があります。 輸送 NG 商品。郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない。つまり運べない商品。オーストラリア NG 商品。輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を通らない。あるいはオーストラリア国内で販売できない。オーストラリア国内事情による NG 商品。アマゾン NG 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが、アマゾンが販売を禁止している商品。 そしてこれらの NG 商品は今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり逆に今まで NG だったのがいつの間にか OK になる商品もあります私のもとにはこれらの情報が集まりますので変化があり次第会員の皆様にお知らせしていますそれから販売してればね購入者からの対応あるいは Amazon からの質問があります日本の常識は世界の非常識 アマゾンの常識は世界の非常識。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。Amazon からの問い合わせに対する対応も一緒です。あなたがすることはコピペだけ。購入者、あるいは Amazon からの文章を チャットワークにそのまま貼り付けてください。私がそれに対する返事を翻訳しますので、その返事を貼り付けておくれば OK という形です。また、転売経験者ならではの注意点もあります。日本アマゾンとの違いと注意点。同じアマゾンですけど、日本とアメリカ、アメリカじゃなくてオーストラリアは違った運営がされてます。また、アメリカアマゾンとの違いと注意点。 同じように英語を使いますけど、オーストラリアとアマゾン、アメリカは運営もシステムも違います。または eBay との違いと注意点。同じオーストラリア人に販売しても eBay で販売するのと Amazon で販売するには違ったノウハウが必要です。また違った注意が必要です。それらの注意点もマニュアルでお知らせしています。Amazon のシステムは速いペースで進化します。 マニュアルと違う画面が出てきたときはお気軽にご質問ください。そしてこのマニュアルはね、すごいボリュームのマニュアル、どっからやったらいいのか見たらいいのかわかんないものをいっぺんにドンと渡すわけではなくて、えー、見ようと思えばね、目次のページ見て見ることも可能ですけど、基本的には週3回、月曜、水曜、金曜日のサポートメルマが配信に載せてマニュアルを送ります。ですから送られてきた内容を 実践していけば、まあ、無理なく1ヶ月で Amazon が販売できると。で、2ヶ月目以降、遅くても半年までに月30万稼げるように、まあ、商品の見つけ方を覚えるというような形になります。Amazon ではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。 変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。それからチャットワーク、サポート、回数無制限でつけてます。このようにね、22時57分から23時9分の間に1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、12分間で7回やり取りして、無事登録完了していると。 このスピード感はもうメールサポートとかではありませんし、まあ、常にこのスピードが、ねえー、保証されるわけではないですけど、まあ、ほぼほぼ、ねえー、すぐに回答していますで回答でね、えー、これは動画解説した方がいいかなとかあ、まあ、珍しい事例だから他の事例を、ね、英語サイトかなんかで見てこようとかあるいは私が1日、ねえー、旅行で移動してたりとか いうときには、最長で48時間後の返事になることありますけど、まあ、その場合でも、緊急な要件であれば、まあ、数時間のうちに返事してます。その形で、レスポンスよく役に立つチャットワークサポート、わかりやすいサポートがついてます。わずかな投資で、一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。